がもらえるので、もうずっと今日はこれ動いてる感じですか。はい、なので、その撮影の時の何分間か、飛べます。このせいぜいこの2つの感じ、そうですね、こんな感じ、こんな辺ですよね。じゃあこっちでやっちゃいましょう。でもうとにかくスピード、スピードです。ジャケットになる表の表一のジャケットが、千葉幸三先生っていう、あの千葉哲也さんの息子さん の, あのイラストを描く先生に描いてもらって、それのイラストの実写版みたいな、イメージでそのブックレットの中に写真を入れ込めたらいいかなと。ここら辺に、はい、はい、そうですね。またこれも出会いなんですけど、佐賀デザイン会議という佐賀県が主催している、なんか佐賀にゆかりのあるいろんなクリエイターさんが集まる場所に呼んでいただいて、そこで出会ったカメラマンさん笠原さんに相談したところ、こういう、廃材屋さんとつながりがいくつかあるということで探していただいて、はい、で今京浜島に来ております。廃材とは思えない、なんか幻想的ですよね。自分のインスタグラムに載せたいぐらい。そうですね、そこですね。もう気持ち上でもいいかもしれないですけど、はい、OK です。はい、じゃあ行きます。はい、少し、首筋をこう伸ばした感じもください。そうですね、OK です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。終わりました。撤収します。相当寒そうな顔されてましたね。寒そうですね。よし、大丈夫。